皆さんどうもピーマンドウエスというわけで、今回の男気物語は、今季8試合目の登板になりますね、中日戦をプレイしていきましょう。ゾーン、ここまでの広島の順位もリーグ1位ですからね、男気もいいピッチングができている。この試合でも勝たせていただきますよ。じゃあ1試合目はこれ男気は登板予定ではない、おそらく3試合目かな、野村、岡田、黒田というローテーションでいこうと思いますので、3試合目登板予定で、ほんで今日打つ方では鈴木誠也が調子いいんでね、調子の悪い丸を外して鈴木誠也を起用していこうか。うわ、やばいね、このクリーンアップ。怖いね。戦いたくないね。でも戦わないとダメですからね。さーて、中日の投手陣ボコボコされるんだ。圧倒的だね。こうなることは分かってたよ。ただ、あまり取りすぎないようにね。男気の時の援護も残しておいてくださいな。さて、2試合目は、じゃあ岡田ですね。男気はあとちょっとでスタミナが回復する。まあ、たとえマックス回復しなくてもね、もうここは、行こうと思いますので、で、野手ではどうしようかな。鈴木誠也、あ、また調子いい。丸2試合連続で外すわ。調子悪いんだね。迷うんだよな。みんな打ってるから、もうどれを使えばいいのか分かんなくなるよね。はい、これでどうだ？おわー、ギリギリ勝利か。危ない。3対2で無事勝利だ。危なかったね。よし、連勝の流れで男気が登板する試合が来たというわけですね。わかりました。じゃあやっていきましょう。今日の先発は当然黒田になるわけですよ。2試合連続で生かすバカがいるか。お前やめたれ。死ぬぞ岡田は。ほんで、打つ方では丸、これまた外した方がいいね。3試合連続で外すわ。鈴木誠也を起用する。あ、待て、今日は松山が調子悪いので、これ外す必要性はないね。丸はちょっと使いましょう。さすがに連続で試合外すのはちょっとあれかなと思うんで。ただね、打順は変えましょうか。丸を7番起用でいくわ。これが今正解だと思う。ちょっとね、もうちょっと丸には打ってほしいんだけどね、あまり打ててないからね。その分鈴木誠也と松山がすごい活躍をしてくれてるんだけど。で、今新井さんもノリノリですからね。今日の試合もたくさん援護が入ることは間違いないでしょう。今日入らなかったら明らかに男気になんか原因があるよ。男気が持ってるものに原因があるね。さて、前回登板の時は5回も投げ切れずに降りたからね。投球内容自体は1失点で悪くなかったんだが、よし、とりあえず先頭バッターのサイクルヒット大島を抑えてワンアウト。面白いよね、ここまでサイクルヒットなんてなかなか出てなかったのに。福留にしろね、大島にしろ、ここ数試合で2個も出てるっていう、何があったんだろうね。さて、これも抑えて、はい、2アウト。簡単に抑えてきてるね。何板も簡単にいく。とりあえずビシエドに1回は回したくないね。おっと、危ない。最後インコーススライダー高め、絶対打てない。投げた、内角、そもそも振らなかった。あ、そういうこと。カウント1ボール2ストライク。うわー、うまく打たれた。あー、菊池取れないか。なんか取れそうな感じしたんだけど。ツーアウトからナニータに1本打たれましたね。ナニータ、ナニータ、ナニータ、オマイガー、イエス。少し迷ったか。2球目ストライク。あと1球、外に逃げますよ。またうまく打たれた。ああ、よかったよかった。センター丸がそのまま補給だね。えい、まず1回はゼロでいけたよ。おっと、嘘だろ、ワンアウトランナー満塁。ちょっと待てよお前、自援護しろってか。するよ。ああ、できないか。あ、ダブルプレーだ。ハハ一瞬にして終わったね。ちょうどサードのとこ行ってサードベース踏んでセカンドでアウトだ。かあ、自援護成功ならず。ちょっとピッチャーに回す前に決めてもらわないとね。困るよ俺は。追い込んでから投げました。1球外した。ボール、カウント1ボール2ストライク。投げました、打った。よし、ショートバウンド、ボールを掴んだ。田中うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。初球から打ってった、ライト前進。よし、ナイス、2アウト。いいね、テンポよく2アウトだ。打たせて取ってるね。初球外れても、投げました、2球目ストライク。同期は3球目投げました。危ない球、第4球を投げました。インサイドストライク、タイミング合いません。投げた、ボール。嘘だろ、マジで。ボールカウント3ボール2ストライク。打ちました。で、ヒットかい。
うわー、無駄な球数。なんでこんな7番バッターの球数投げた&打たれたんだろう。アウトコース低めストライク。第2球、2球目空振り。これで追い込みました。また外の球打たれて、うわー、ちょっと待って、今なシングルで済ます場面だろう。無理してそうやって取りに行ったらこうなるんだよ。まあいい、次はピッチャーのバルデスだ。あら、大丈夫だね。この回しかし捕まったな。 DH ありならちょっと怖かったね。交流戦もありますからね。この後ドラゴンズ、この回1番からの好打順になります。トップバッターは大島。最初のバッターボックスはダイヤゴロに倒れています。投げた、打った、ファーストよーし、これも抑えた。強い打球だった、助かったわ。これでワンアウト。これ前回対決の時大島にめっちゃしてやられたからね。2打席連続でシングル&盗塁っていうのをやられたからね。もう実質2ベース2本浴びたようなもんだよ。打ちました、ファルボール。第4球を投げました、打った。あー、これもまた打たれたわ。あー、大丈夫だったね。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番ラニータ。これが2度目のバッターボックス。第2球投げました、ボール。カウントワンボールワンストライク。3球目ストライク、追い込んでいます。この流れでインコース、インローに落ちます。よし、叩きつけたぞ。イエーイ、3回パーフェクトピッチング、今日初めてだね。いけたいけた。おお、1点入ったし、打席が回ってきた。また得点圏っていうね。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で黒田。第2球投げました、危ない球。それと黒田に対して得点圏で回してこないで。本当投げました、打ちました、ファール。第4球を投げた、内角高め、ボール。バッターよく見ました。カウントは2ボール2ストライク。あー、ダメだか。ここまでは結構打ってきたんだけどね、さすがに今日の試合ではそうやって打てんわな。ここで先制点を挙げ、4回の裏、ミンデビシエドとの対決。この回の先頭バッターはビシエド。1点は入ったが、一発浴びればすぐ同点だ。決まってストライク、これで追い込みました。投げた、インコース。よーし、完全にカモにしてるね。投げた、アウトローを見送ってストライク。第2球打ちました、フラフラッと上がった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスには高橋。第1打席はライトフライに倒れています。見送ってストライク、動きは3球目。投げた、ボール。あ、ボール、厳しいね。本当、カウンター2ボール1ストライクです。打ちました。まあ、簡単に抑えれるからいいんだけどね。ゲッチュ、さあ、で4回投げ切ったぞ。前回みたいに5回降板、5回途中降板はなさそうだね。最低限でも5回は投げ切れる、それだけのスタミナはある。初球はストライク。第2球投げた、2球目空振り。これで追い込みました。投げました、外を際どい、ボール。カウント1ボール2ストライク。あ、うまいわ、危ない。軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、スプリットはボール。まずはインロー、膝元外れます。投げました、危ない球。第3球を投げました、ストライク。膝元厳しいところ。うわー、これ左中間飛んだな。まあいいや、広告がたくさん映ってるんでね、広告を映すためにあそこを打たしたとカッコつけて言いましょう。ただお前8番の桂に打たれるような打球じゃねえだろこれ。第2球打ちました、これは内野ゴロ、ピッチャー返し。送球ちょっと危うかったぞ今。さてここでちょっと俺的には怖いバッターだね、大島。本当どの野球ゲームでも打たれてるイメージがある。何かよく打たれるんだよな、対大島。カウント1ボール2ストライク。あー、打たれた、外野前に落ちたね。いいわ、青いい送球、肩がやめな鈴木誠也。こんな完璧に決めても打たれたらもうどうしようもないよね。さあ、ピンチが続く場面で迎えるバッターは新田。今日はファーストゴロとセカンドフライ。よし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 、ゲッチュー5回投げ切った、いいピッチング。1点もやらへんで今日は。で6回も行くよね。スタミナ的に考えたら6回が限界かな。
やっぱこれで試合展開はこのようになりましたね。援護入らねえと思ったら本当入らなかったね。投げた。はい、三球三振。三球三振。ズバッと決まりました。外れたボール。一発浴びたら、一発浴びたらっていうことが頭にずっと浮かんでくる。勝利投手の権利が消えちゃう。投げました。打ちました。ファールボール。第4球を投げました。よし。じゃあ新井さんいい守備だ。ゲッチュ。オッケー。これでツーアウト。打撃もよし、守備もよしか、弱点がねえな。阪神は残念だったな。まあでも阪神からね、この環境を変えたことによってこの新井さんが復活したからね。阪神のままだとこんなことにはならなかったと思う。投げました。ど真ん中失投、空打たれるわ。ツーベースは間違いない。下手したらスリーベースはないか。はあ、ダメだ。今のはもう完全に打たれる球。ホームランじゃなかったら助かったよ。見てくれ、完璧なコースだった。また危ない危ない危ない。1球目ストライクから第2球見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。打ちました。切れていきます。ファール。次が4球目打ちました。うーわー。第5球投げ、これで終わり。イエス、打たした。最後まで今日はファーストゴロだったね。これ7回はないんじゃないかな。とりあえず QS 達成ということでございますよ。名古屋ドームからお送りしております。7回行くかな。いや行かないね。変えられましたね。俺は正解だと思う。さて1点差で逃げ切ってくれよ。よし、2点入った。よーし、ゲームセット。これで黒田2連勝ですね。連勝の流れを止めずにチーム的には3連勝ですか。6回を無失点に抑え勝利投手の権利、まあ、前回のね中日戦登板のリベンジというのはできたんじゃないでしょうかね。これで今季6勝目でございます。あ、9回の追加点は菊池の今季2号だったんだね。ありがとう。この1点がなければ中崎はうまく抑えれなかったかもしれないね。で、今日の投球内容はこんな感じ。まず、あ、打つ方だ、これ。誰だ、丸を除けばスタメン全員安打か。で、1点しか入ってないの ?11 安打打って1点と、ちょっと広島らしくないね。まあ、2点ですか。でも、言っても、もうその1点は菊池の本塁打ですからね。安打をこれだけ打って1点はちょっと悲しすぎない？で、男気は6回を投げて、球数は75球。打者24人に対して被安打6本、奪三振は2個、与えたフォアボールは0、失点も0で、防御率 1.73 で今季1勝、6勝目。そして、その後投げた中継ぎ陣がパーフェクトリリーフだね。打つ方でも、まあ、今日は2点しか入らなかったけども、よし。投げる方でも中継ぎがしっかり抑えてくれたんで、お得意も勝てたわな。うん、あれ今なんだ、黒田の下敷きか。いる？買う人いるのかな。いや、カープファンは何でも買いますからね。これ作っとけ、作っとけ。何でも買うからね。オッケーオッケー。あ、これ作れ、作れ。あい、T シャツも作れ。おらおらおら、新井さんの消しゴムも作れ、この野郎。下敷きも作れ、この野郎。作りまくったわ。全員買うからね、これ。さて、移動日でございますね。あい、調子上がってくれ。男気の調子が上がるんだったら何でも作るよ。で、これからヤクルト3連戦か、あ、2連戦、いや、3連戦ですね、合ってますね。ほんで、その後は阪神戦か。おそらくこのヤクルト戦では登板予定はないと思いますのでね。まあ、これは男気のスタミナ次第なんですけど。いやー、無理ですね。これ登板はさせられない。ジョンソン、中村、福井という流れになるんじゃないかな。それが一番いいと思うよ。で、打つ方では今日はまた鈴木誠也使いたいよな。ただ使うとこはないっていうのが残念だよな。どうするこれ。調子いいし、今日は松山外して鈴木誠也使ってみよう。おお、5対1、勝利だね。ふう、ナイス勝利。さすがジョンソン、打つ方でも完璧だ。で、今日のベストオーダー、まず投手では男気はノー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 。ローテーション通り、今作ってるローテーション通りに行けば男気が投げる試合なんですけどね。まあ、ちょっと色々とずらしてますからね。体力はない。で、今日はまた鈴木誠也を使うというのはなし。どうしようかな。今日は松山で OK か。変に変える必要性はないね。みんな調子いいからさ、誰か一人調子悪ければね、外野鈴木誠也入れたいんだけどね、入れれないわ。わあ、負けた。6対3じゃねえか、お前。エルドレッドが2本のホームラン打ってるのに勝てなかったんかい。なんちゅうことや。嘘だろ。中村レベルの投手ならそりゃヤクルトも打ってくるわな。さて、ヤクルト3試合目、男気はどうだ？まだちょっとスタミナそこまで戻っては来ていないね。
ほんで、今日のブース、もう鈴木誠也が調子いいんで、これはもう当然入れます。うわ、怖えな、これ恐ろしいクリーンナップだ。絶対今日勝てる。今日負けたらちょっと信じられない。うわ、負けてるし、5対4。いやー、絶対勝つと思ったけどね。これだけ調子いい選手揃えたのに、勝てないのか。さて、阪神戦入りましたね。ヤクルト戦は結局1勝2敗で幕を閉じました。男気はどうだ？これスタミナ的に考えたら、当然行ってもらわないと困りますのでね。これ阪神戦次回登板していきたいと思いますので。3試合目登板予定になるんじゃないでしょうかね。じゃあ最後、男気の試合を、結果を見てですね、成績を見て終了していきましょう。現在の男気はこんな感じ。防御率は 1.73 ですね。52イニングを投げて6勝2敗。で、登板8試合で完封完投は未だなし。で、QS は6個。で、HQS は5個。これ今季初めてですね。QS 達成した試合は HQS も来てたんですけど、残念ながら今回は6回しか投げれなかったのでね、7回投げきれず、HQS はお預けという形になりました。で、奪三振が38個、三振率は 6.58、 フォアボールは4個ですね。最近与えてないね、フォアボール全然。で、ウィップは 1.08 というリーグ最高峰のピッチが続いてるね。現在の投手のリーグランキングを見ていくとこんな感じ。最優秀防御率は 1.30 の岩貞。お得意はリーグ2位まで上昇しましたね。で、イニング数では71イニングを投げて菅野がトップ、ダントツだね。勝利数ではジョンソンと黒田が並んでトップですね。で、完封は3つで吉見か。完投は小川。やばい、めっちゃ酷使されてるね。QS 数では、男気はこれ何位になるんだろうな。あ、8位ですね。3人並んで8位になってます。HQS ではリーグ2位ですね。で、WIP、脱三振も見ていこうかな。脱三振では藤波がトップで、WIP では 1.08 で、現在菅野を抜いてのトップという感じになってますね。いや、ちょっとここ2試合はね、苦戦なくいけてるからね、この流れでの阪神戦、どのような結果になるか、苦戦するマウンドになるか、それとも楽々抑えるマウンドになるか、まあ、その結果は次回の実況じゃないとわからないのでね、また次回見てくださると嬉しいでございます。じゃあグッバイ、また会いましょう。